妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよ、お姉ちゃん。今日乗る戦車は、ソ連のティア8プレミアム重戦車。金ピカのハヤブサさんがかっこいい子、IS-3A ペレグラインさんだね。うむ。マップはパリ、マッチングはティア8と9だね。それじゃあ初動は、重戦車さんだし、南の重戦車戦場にでも向かっちゃおうか。了解だよ、お姉ちゃん。そういえばこのマップも、少し変更があったんだよね。うむ。と言ってもここの右側にバルコニーが追加されたのと、この通路の左の建物が、中央部分までがっつり出っ張ったって程度だから、そんな大きな変更ってわけじゃないね。とはいえ中央方面からの横やりは、こっちサイドばかり受けやすかったので、その改善になったのは良かったのかな？そしたら南でバトルをしていきたいところなんだけど、なんかものすごく密集しちゃってて、ちょっと身動き取りにくいね。本当だね、お姉ちゃん。豚飯さんをするには後ろに味方さんがいるし、かといって昼飯の角度で出ていくのは、この子苦手だもんね。うむ。ただこのままここにいてもあれなので、私たちは中央の軽戦車さんでも撃ちに行っちゃおうか。了解だよ、お姉ちゃん。私たちのこの子はカニメさん装備だから、軽戦車さんといえど、茂みのない場所でなら見つけられちゃうもんね。うむ。と、中央に704さんの登場だね。軽戦車さんは北側っぽだし、ここは隙を見て704さんを撃ちに行っちゃおうか。了解だよ、お姉ちゃん。見えなくなっちゃったけど、このまま撃っちゃうね。うむ。ナイス撃破だ、妹よ。反撃されちゃったけど、セーフだったね、お姉ちゃん。多分ブラインドショットだったからね。と、6冠さんがついちゃったね。リロードもしたいから、ここは下がろうか。わかったよ、お姉ちゃん。あう。軽戦車さんに撃たれちゃったね。発砲されて見えない距離じゃないはずだから、ちょうど気が邪魔してる感じだね。よしよし、移動したら見えるようになったね。ちょっと小さくて当てにくい相手だけど、あとは頼んだぞ、妹よ。了解だよ、お姉ちゃん。狙い撃つね。よし、出てきたね。むほんとうに小さいね。ナイス撃破だ、妹よ。あの小ささは、ちょっとずるいよね。だね。でもあの子、量産こそされなかったもののちゃんと作られて、博物館で現物を見ることのできる、史実よりの戦車なんだよね。と、中央に敵 A、シャー4さんだね。狙い撃つね、お姉ちゃん。ナイスショットだ、妹よ。むう、別方向からの被弾、乱戦 C さんまでいたのね。ここじゃ逃げ場がないしって。ナイス撃破だ、妹よ。これはピンチだね、お姉ちゃん。でもシャー4さんはそろそろリロードになるだろうから。と、カナちゃんが落ちたので、ここは利用させてもらっちゃおうか。あわう。ちょっと嫌な作戦だけど、あれだよね。うむ。利用できるものはなんとやらってね。でもいつの間にか南を味方さんが取ってくれて、完全にこちら有利になったので、ここからは反転攻勢だね。了解だよ、お姉ちゃん。もう負けはないと思うから、どんどん撃ちに行っちゃうね。うむ。がっつり稼がせてもらっちゃおうか。とはいえ、この後のバトルは消化試合気味でちょっとアレになっちゃうので、ここからはこの前追加された新戦車さんたちの成績が、現状どんな感じなのか、その辺をちょっと調べちゃおうか。了解だよ、お姉ちゃん。プロトタイプやクティちゃんとか、すごく気になるもんね。うむ。そしたら早速 TOMATO GG さんでプロトタイプやクティちゃんの強さを、って思ったんだけど、TOMATO GG さんにやクティちゃんだけいなかったんだよね。あわう。そうだったんだね、お姉ちゃん。なので他に量の直近1週間のデータを調べてみたんだけど、TL7 さんは勝率 48.93% で、ティア9駆逐35両中7位。アダーニーさんは勝率 51.42% で、ティア80戦車さん61両中10位だね。TL7 さんは中盤くらいで、アダーニーさんは結構上位にいるんだね、お姉ちゃん。うむ。ただアダーニーさんの方のリスト、どういうわけかティア80戦車定番の強戦車、
ダブルバレルさんが不在で、マウアーさんとか陽戦者さんが上位にいたりと、なんかちょっとあれなんだよね。あわう。でもそれは確かにちょっと変だよね。うむ。ナイス撃破大妹よ。これにて無事に勝利だね。やったね、お姉ちゃん。成績発表。ヨダメ2269、キル数5、アシスト628、ボーダメ2450。スコアは1192でチーム内トップ、2バッジと鋼鉄の壁をゲットだね。今日のバトル、正面が渋滞してたから中央ルートに変更しちゃったけど、結果的にはなかなかいい感じに活躍できちゃったね。本当だねお姉ちゃん。中央に結構敵が来ていたし、ちょうど裏取りの妨害になったのかな？その可能性はなきにしもあらずだね。終始は、ボトムさんなのでフル禁断運用だったけど、さすがティア8プレミアム戦車さん。イベントなしでもギリギリ黒字だね。いいね、お姉ちゃん。ではでは、ご視聴ありがとうございました。